矢田です。今日も一日どんどんリミッター外してワクワクだらけでいきましょうかな。うん、いや今日はね、放送作家の後輩、たまにね、放送作家の後輩からメールもらうんですよ。なんか、まあまあご相談があります的なね。で、今日もなんか一通もらってさ、今その彼とちょっといろいろ話をして、ちょっと話をしたんだけど、まあ今日はちょっと一般のあなたにも、まあなんとなく役に立つか立たないかよくわかんないけど、まあまあ放送作家の俺の後輩たちへなんか届いたらいいなと思ってメッセージを喋り出すんだけど、まあそのまま一通届いたメールがね、まあちょっと一部抜粋すると、僕ら無派閥の作家にとって単独でドリブルして勝ちまくった私様希望です。何なんですかそのパワフルさで勢いは、みたいな、まあまあ一節があったりして、まあ要は放送作家やってて、まあなんとなくちょっと壁に行き詰まったりもしていて、足立さんどうやったんですかみたいな、まあまあご相談なんだけど、でまあ飲み行こうぜっていうメールを返しておいたんだけど、あのね、どっから何を話してんのかな、奴隷なんですよ。あのね、ちょっとごめん、放送作家をやってる人で、まあまあこれをもし聞いてる人がいたら分かってると思うけど、いや分かってねえから悩んでるのか。放送作家ってテレビ局の奴隷じゃん。俺はそれに気づいて次のステップに行けたのよ。いい、気づいてないんだよ多分。俺も昔は気づいてなかったんだよ。視聴率 100% とかイエーイとか言ってる時は全く気づいてなかった。実はテレビ局の奴隷であること。だってそうじゃん、ペコペコ頭下げてさ、アイディアいっぱい吸い取られてさ、なんか番組が調子悪くなったら首切られてさ、経費削減で首切られてさ、奴隷じゃん。生殺与奪権、生きる殺す、生殺与奪、与えら奪う、全部テレビ局に言えられてるじゃん。俺ら放送作家、そこにまず気づいて。放送作家はまあ楽しいよ。そして昔はものすごく儲かったよ、おかげさまで。でも奴隷じゃん、奴隷なんだよ。そこにまず気づいて、そこに気づいたら次が見えてくる。そしてごめん、ここまで喋ってすいません、誤解を与えてると思うんですけど、俺はテレビ局にはものすごく感謝してます。本当にありがとうございましたと思ってる。どこの何だか分かんねえクソみたいな学生の俺を拾っていただいて、で育てていただいて、いろんなことを教えていただいて、テレビにはものすごく感謝してます。そして今だってちゃんと何つったらいいのかな、俺が納得して頑張れる場所があるんだったら、もう喜んでもうテレビ作ります。現実問題なんかものすごいちょっとこう、まあまああれなんですけど、今もうテレビやってるんですけど、今もうボランティアでやってますもん。だってお金なんかいらないから、貢献、テレビに貢献したいからっつって無料でやってるもん、テレビの仕事。まあそれは置いといて、だからまあダチャーなら、なんだテレビに育ててもらったくせに偉そうなこと言ってんじゃねえとか思われるのは、まあまあちょっと心外でちょっと嫌なんですけれども、でも現実問題奴隷ですもん。そして放送作家の、もしこれを聞いてる放送作家のあなたいるとしたら、俺らの脳みその中にはものすごいものが埋まってるんだって。ものすごいものが埋まってるんだって。それをこういう言い方で言うと誤解与えると思うけど、テレビ局にいいように使われちゃダメだって。そしてテレビ局のいいねじゃん、いくらで俺らの脳みそを買うかは。そしてちょっと予算がなくなりゃクビじゃん。別にいいんだけど、そんなことはどうでも。だからその奴隷根性から脱出していこうよ。ごめん、こんなこと喋りながら俺も今日全然ご覧の通り昼間からもう酔っ払いなんだけど、酔っ払いで暴言吐いてる。大丈夫だよね。ね、ちょっと話がいろいろ言ってきたけど、だからまあ放送作家はものすごい生きづらい時代だと思います。俺らの時代はまあバブルは崩壊した後だったんだけど、ものすごく生きやすかったです。制作費もいっぱいありました。いろいろバカもやらせていただきました。
でも今せっちゃからくなってるから放送作家行きづらいんでしょ、みんなものすごく行きづらいんでしょ。だからまあ放送作家で困ってる人がいたら俺のところに門を叩いてくれ。俺と昔仕事がしたことある人ない人も含めて、あの俺ができる範囲でご面倒見て差し上げたいと思う。そして放送作家の脳の中に詰まっているものすごく重要なスキルとノウハウをテレビ以外に生かす方法を俺が教えてあげるね。それはさ、まあまあ俺も大先輩で尊敬する秋元康さんとかとはちょっと違うやり方でやってるよ。俺はちょっとあの人みたいなとことは違うフィールドで頑張ってやってるけど、でも俺らのここに入ってるものは全然使えるから、全然売れるから、また誤解当たるかもしれないけど全然価値提供できるから、テレビ番組以外に。そして別にこれは俺また誤解ないように言っとくけど、脱テレビ言ってるわけじゃないからね。テレビはとても大切、俺も今でもやってる、しかも俺は今無償でやってる。テレビという文化は守ろうぜ、俺らはその能力を授けられたんだから。テレビという文化を守ってもっとテレビを面白くネットだ YouTube だに負けないようにしようぜ。俺だって全力でやるつもりでいるよ。でもそこに縛られる必要はねえからと思ってるね。そして今日は、放送作家の人をちょっとイメージしていろいろ喋ったけど、それ以外の方の方が大多数だと思うんですけども、いずれにしても脱奴隷なんだよ。だから誰かに自分の能力とか労力とか時間を奴隷のように搾取されるというか、奴隷のように使われるのをやめよう。そしてもしかしたら今使われてるんじゃねえかってことに気づこうよ。いいように使われてるんじゃねえかってこと。そしてその状態から脱する方法は、今日ここじゃしたことだったら喋れないけど、俺はいつもスクールで渡してる、みんなに戦える武器、自分の人生を自分の手に取り戻す武器を。他人に左右されるのやめよう、自分の人生を。俺はそれ一番嫌いなんだよ。なんで俺の人生を他人に左右されるんだよ。自分の人生は自分で決めようぜ。その力を俺の後進の放送作家にはもちろんお渡しするし、それ以外のあなたにも、自分が奴隷であることにはたと気づいてこの奴隷から脱出したいなって思ってる人には渡す。まあ俺のところに来てください的なことですかね。はい、頑張ってこうね。自分の人生なんだから他人にとやかく言うのやめよう。俺はそれいつも提唱しています的な感じですか。まあいずれにしてもよかったら俺の方来てください。形でした。